どうも世界各国の100億人からこの皆さん、おはようございます。ハロー、ミシーです。かぶりましたけど。かぶりましたね、今。はい。俺の方が主役だとやばない。西村交代であるって。そういうことですか。寝ぼけてます。寝ぼけてます。はい、はい、なんか太りました。ええ、ずいぶん太りました。ねえ、すごい。もうアメフトの選手みたいになったんですけど、うん、もうこれさ、服着すぎてパツンパツンになって、服に体引っ張られて、こういう感じになるんです。手がこういう感じっていうのはなんですか。こういう感じ、こういう感じ。普通こうやって下ろせるけど、ね、なんか引っ張られて腕が前になっちゃう。どうでもいいんだよ、そんな話。どうでもいいんだよ、そんな話は。どうでもいい、うん、何かあるんですか、うん、どうでも。なぜ俺がこの格好してるかっていうとね、はい、もう今日からジンさんいなくなっちゃって、はい、車で移動できなくなっちゃって、もう寒い寒い、バイクで行かなきゃいけないから厚着してるっていう話ですよ。車で行けるの当たり前じゃないから、うん、ね、もう今、今日、もう着替えてる最中のありがたみを痛感したね。ならね、バイクで行くのも感謝しないといけないぐらいのレベルですからね。あ、まあね、そうですね。あ、それはもう、じゃあ歩いて行けよって感じですよね。そうな。まあそうね、そうね。ね、まあ、ありがとうね、はい。ということで、神奈川最後、はい、うん、もう稼働ですね。まあ、うん、アウトはしたんですけど、はい、うん、はい、頑張っていきましょう。頑張ってね、うん、はい、じいさんもバイバイ。バイバイ。そんだけですけど、はい、はい、行きまーす。自分次第でどこにでも さんがいねえよ。いなくなっちゃったね。お一人様、旅立たれました。ツイッターでいずれ倒れそうなことをあげてましたね。あげてたね。はい。セカチュのどこ行ってたよ。僕たちも本当はね、伊豆次行きたいですけど。行きたいね。静岡ね。うん。あ、ただパチンコ的に多分。ね、どう考えてもリロックなさそうな感じがしますよね。うん、噂もね、ちょろちょろ聞くし、うん、うん、あんまりちょっとね、うん、気は向かないもんね、うん、まあね、一応明日から東京入りして、うん、まあ、するのでね、うん、はい、そこでガツリ稼げたら行くかもしれないんでね。そうね、うん、うん、はい、で、今日、神奈川の稼働が最後ですでした。はい、はい、で今日もね、東華店に行ったんですけど、うん、まあ、一昨日、昨日、今日と行って、うん、全部違う店行ったんですよね、うん、うん、今まではまあ結構ね、あのちょっと余る店に依存して売ってって感じだったんですけど、うん、はい、で、今日は、ね、朝から話します。迷ってるね。うん、うん、朝から話そうじゃん、何があったの。はい、うん、ね、まず朝、あの8時なんだっけ、40分までに来てください、入場券配るのでっていうのをネットに書いてあるの僕見てて、まあ8時半に到着していったら、もうね、今日はすみません8時20分までなんですって言われて、でしたね。はい、困ったもんだよ。これやべえなと思って、やっちまったなと思って、まあ入ってたんですけど、もう選び放題でしたね。選び放題で、マジで。パチンコ台が1000台ぐらいのところだったんですけど、選び放題で、うん、で、この人たちはみんな他どこに消えてったのっていうぐらい、そう、そんぐらいね、本当にね、俺もそう思った、うん、どこ行っちゃったのって、うん、免疫機種埋まってないしさ、うん、うん、なんかね、全部で何人いたの、300人ぐらいいたのかな多分ね、うん、どこ行ったっていうね。刑事も打てたし、うん、なんだそんなの、エヴァも座れたんじゃねえかね、寝台のね、もう全然座れたよ、うん、リングも、リングとバーサスカナコ、うん、しかも、ね、釘がね、調整がね、めちゃくちゃ良かった、良かった、明らかに、うん、うん、すごかったね、マジで、うん、なんだよ、北斗エイト、窓マギ、うん、逆襲のシャア、うん、
リング、うん、レッカぐらいかな、もうガバー切りしたね、うん、あと岐阜もいさん、あ岐阜もよかった、岐阜うるせえやつさんも入ってましたね、はい、そうです、うるせえやつさん、そうそう、うん、すごいっすね、うん、全部打ちたかったもんね、全部打ちたかった、マジでそれぐらいの空きだったもんね、こんなに空いてるしかも全然触ってないってね、もったいなかったよね、うん、マジで軍団とかねいたらほんとね、うん、全部座らせて、うん、打たせたいなぐらいのね、ね本当にね、ニット払うからさっつって、うん、打ち子でねっつって、うんうん、それぐらいだったらね、うん、ね、午後から多分なんかこの状況の良さを誰かが仕入れて、うん、軍団が来たんですかね、来たのかね、来たの見つけてはないけどね、うん、なんかそうスロットにはいたけどね、うん、なんかそれっぽいのは、うんうん、一応のトップの人がね徘徊してたんでね、ああはいはいはい、例のね、例の、はい、あんまりちょっとそれは踏みちゃいけない感じ、うん、まあそうねそうね、それはやめとこうするので、はい、うんうんうん、はい、そんな感じで今日劣化を一日打ちました、うん、まあちょっと仕事人のね、アマデジのね、そのトップの人からいろいろあってなんか右チラップついてるから打っていいよって言われて、すごいよね、うん、よかったよかった、打たせてもらったんですけど、はい、うん、で劣化打って、まあ、僕初めて打ったんですけど劣化めちゃくちゃ使えたいですね、でしょ、うん、俺もう俺なんかもう3日間打っちゃったよ劣化、うん、すごいよねあれ、いやどこまで話していいんだろう、あまりにもすごすぎて、うん、ちょっと喋りたくない自分がいるんだけど、わかるよすごいわかるすごいわかる、発信者として喋るべきなのかな、うん、なんか微妙なラインだよね、うん、あまりにもすごすぎて技術家で、とりあえず個人的に連絡くれたらまあ、あそう、ね、よっぽど変な連絡じゃなければ返しますけど、はい、あ、もうね本当に今全部伝えたいぐらいだったんですね、うんうんうん、まあ僕らの様子を見ててくださいっていうところになるのかな、うん、話としてはね、相当技術介入で相当使える台になりますね、びっくりですよ本当に、あれはすごい、なんでこんな騒がれてないんだろうっていうね、ね、一斉撤去になってもおかしくないレベルだと思うけどね、うんうん、だってね、うん、どこまでやっていいんだろう、分かりますよ、分かりますよね、このいやいや発信者と言うべきだけどちょっとこれはすごすぎて言えないみたいなね、うん、なくなっちゃっても困るしなっていう劣化がね、うん、まあまあ時期に気づくとは思いますけどね、きっと軍団がね気づいてる感じあったからさ、あね、あの感じだとさ、はいはいはい、一部のね、うん、こう うまくやってる人たちなんかとは思うけどね、ですね、うん、そんなこんなで僕らが多分ね今日西村さんが 26.5 ぐらい、まあ測ったところまで言えば 25.5 かな、 25.5 ですね、うん、まあ25ぐらいですね、うん、あ十分だよ、十分ですね、十分だよ、十分すぎるよなんなら10日で打てて、うん、すごいよね、まあまず、あ、言いたくて言いたくて言いたくてしょうがないね、しょうがない分来たけど、うん、はい、アタッカーもういいかやめややめたそれぐらい教えますか、それぐらい背負う、それぐらい教えてあげましょうか、それぐらい背負いましょう、あれね、小型機種なんですけど、うん、アタッカーの交代出し中に、うん、左に行かないように弱く打つんですよ、うん、そうすると、うん、球に乗っかってる時間が、まあ、ゆっくりくるね、うん、結構長くなって、うん、交代出し中北斗エイトと違って釘で、削ること難しいので、うん、めちゃくちゃ増えます、そうめちゃくちゃというかより多く増やせますね、増やせるね、はい、なんかあれさ、あのよくボーダーラインある発表してるでしょ、いろんな会社が、うんうん、で出玉でね計算してるけど、うん、小当たり機はさ1回あたり何玉増えるかで計算してるんだよね、うん、ベースにしてる、うんうん、で俺が見てるやつは、うん、1000円で 19.9 回ぐらいがボーダーですよって言ってるんだけど、うんうん、その算出条件が、1回転あたり、11玉増えますよと、うん、表記ってね、うん、っていう風になってるんですけど、うん、これやると多分あの13か14に増えるんですよね、よくやそれは計測しましたね、うん、普通に数えた、あのまああれ無限ボーナス
入ってさ、うん、なんつうの、無限ボーナスは無限ボーナスで表記がついてるから、はい、終わった瞬間にあの弾数出るんだよね、獲得数、うん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 、獲得数とあとゲーム回転数を上見ればすぐ分かるから、あーなるほどね、うん、それでパパって計算した感じ、うんうん、13から14ぐらい増えてるんですよ。だから 2,3 玉増えちゃうわけですよ、うんうん、1回転あたり表記だよ表記、うんうん、実際に1玉入れてるわけだから、うん、マイナス1だと思うけど、うん、増えてる、うん、すごいことだよ、うんうん、500回とかはめてみ、500玉増えんだよそれだけでとんでもないとんでもないことだよこれは。確かにね、うん、まあまあそこまでしておきましょう。いやいやいや、まあ、でもそれだけはだいぶ、ね、十分な技術力だと思うんですけどね、はい、すげえよ、やっすげえ。明日からの東京編でね、ホテル代ができましたねこれでね。できちゃったね。ただそこまで設置台数が多くないと思うから、ね、そこなんだよな、うん、そこだけね確かにね、うん、まあ、楽しみですね、東京編が、うんうん、はい、で、今日結果はね、プラスね、49,016円でしたね、うん、うん、素晴らしい、まあ、多分、北にともっと6万ぐらいあったと思うんですけど、うん、あったね、そんぐらいは、ね、十分じゃないですか、うん、はい、十分だね、はい、そんな感じで、はい、最後の神奈川ははい、勝ちで終わりました。はい、はい、じゃあ明日までが神奈川編ということなんでね、うん、はい、そうですね、で、はい、完璧でしょ、はい、以上でいいですか。以上でいいですよ、はい、はい、ありがとうございます、はい、バイバイ、はい。